ナミティ研究所、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、ナミキです。はい、このコーナーではですね、私が気になったことを検証していくコーナーです。はい、で今回はゲストをお呼びしております。どうぞ。はい、中井プロです。どうも皆さん、ようこそ。はい、こんにちは。ナミキ研究所は初めてですね。初めてです。はい、今日はね、中井プロと一緒に検証していきたいと思います。はい、お願いします。何を検証するんですか？はい、うん、今日はですね、新ルールになったじゃないですか、ゴルフのルールが。はい、はい、で、よくあるこれ、ピン。はい、よくあるピンね。よくあるピン。今まで、ピンを抜いてパットしてたじゃないですか。はい、そうですね。でも、新ルールでは、刺したままパットしてもいいっていう風になったじゃないですか。で、私、はい、こうラウンドするたんびにですね、果たしてどっちが入りやすいのかなってすごい思ってて。なるほど、はい、実際のところはどうなんですかっていうのを今日はプロと一緒に検証していきたいと思います。了解です。はい、ということで、はい、まずじゃあ初めにですね、私が、検証したいと思うんですけども、はい、まあ、まずは要は今まで通りピンを外して10回打ってみて、はい、今度はピンを刺した状態で10回打ってみて、はい、どっちが入るかというまずその検証ですね。その検証です。OK。 はい、はい、で私的には、やっぱピンがあった方が、パッて当たって早く入んじゃないかなみたいな、だからあった方がやっぱ有利なんじゃないかなとは思ってます。なるほど。もう僕自分なりには検証して、はい、自分なりの答えは出してますが、まあ、ちょっとそこは あえてここでは言わないで、はい、後で私も何も聞かずにこのまま検証したいと思います。それではやっていきましょう。それでは早速レッツ検証ということで、まずこちら旗を抜きます。はい、頂戴します。 ありがとうございます。距離が1メートルです。この距離ね。はい、じゃあ1球目いきます。あ、跳ねちゃった。じゃあ僕がここはマークを、はい、お願いします。こういう感じで10球全部マークしていきたいと思います。入らなかったものに関しては。そうですね、入らなかったらマークです。はい、はい、続きまして2球目。3球目4球目5球目もうそれはしょうがないしょうがない。はい、ということで、はい、こちらピンを抜いた場合ですね、10分の7はカップインしました。で3つはこのマークの通り、はい、となっております。はい、はい、続きましてこちらピンありで10球打っていきたいと思います。よし、いきます。1球目。すみません、不思議そうにカメラ向くのやめていただいていいですか？入ったみたいな感じ。入ったよって。入ったよって。じゃあ2球目。はい、おお。3球目もうピンも関係なかったね、今ね。はい。まあまあ、一応マークします。はい、4球目ほい。5球目6球目これもピン関係なかったかもしれないけど、まあ後で。いや、避けちゃった。避けちゃった。うん、ありえるね。ピンで避けちゃった。うん、
7球目。うわ。あら。すいません。ナミキさん、はい、引き分けになりそうです。でもこれリアルなんでね。まあまあまあ、リアルにやってね、リアルにやってね。8球目。9球目。あ。ラスト。10球目。それでは結果を見ていきましょう。じゃじゃん、こちらオレンジのマーカーがピン抜き、白がピンありの球の位置ですね、はい、ここから何が伺えるでしょうか。まあ、まあ、まず結果的に言えば、はい、ピンなしの勝ちっていうことですよね。そうですね、うん、いや私も一つ打ってて思ったことがあって、うんうんうん、ピンをが立った瞬間に、うん、なんか、なんですか、ちょっと障害物じゃないですけど、はい、よくあるじゃないですか、木とかが邪魔になって見えると、うん、要はそういう時は、はい、基本その障害物に当てたくないよね。そうなんです。だからこの辺の白いやつはそのいくつかなんかどけちゃった、だって避けたくなっちゃったんです。全くカップに一切かすらないところから抜けているのがこの3発。あ、いやでもね、新しい、それはものすごく新しい。今までいろんな人の検証を聞いてきたけど、はい、新しい。あら、これは私がおかしいですか。いや、おかしいということじゃなくて、はい、今までない意見だった。あ、うん、でも僕はこれは少数派でもない気もする。やはりプロでも抜いてくださいっていう人は基本これが邪魔だと思って抜いてくれっていうわけだから、そういうのはありだと思います。で特に今回、うん、ちょっとこの1メートルっていうのが、うん、ちょっとキーワードだったかなってすごい思うんですけど、うん、これがもうちょっと長くなれば、うん、はい、もちろん合ってくれた方が目印になって、はい、スパット代わりになるというか、もうスパットじゃないんですけど、はい、棒ですからね。棒ですから、はい、でも目印になるんですけど、うん、こんだけ近いと、はい、ちょっと邪魔です。邪魔です。結論、ちょっと邪魔です。障害物になっちゃうなっていう、はい、のがありました。いやもう並木先生すごいですね、そこら辺。いやいや、もう、はい、いいと思います。それでいいと思いますか、はい、プロはどう思いますか。あのね、僕実は、先週試合があって、はいはい、この距離でも基本自分の番の時にはほぼほぼ全部ピンは刺して打ちました、うん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 、っていうのは、はい、やはりその僕らは、まあ、これも個人差あるんだけども、はい、ある程度まあ風とかグリーンのスピードとか、うん、あとこの旗の材質とか硬さ、はい、そういったものによって、うん、そのボールが当たった時にどういうリアクションを起こすかということを一応検証して、うん、まあこのコースに関しては例えば旗を刺したままの方が有利だなとか、うん、であと例えばこれがピンがなくなった状態で向こうから構えた時には、はいはい、もうカップの向こうもすべて見えてしまう。あ、なるほど、うん、でもこれだとここで壁ができる、壁ができる、ストッパーがあるからむしろ打てるようになる。あ、うん、そっか。特にショートパット打てなくて悩んでた方は確実に短いパットでもこれがあった方が打ち切れるようになります。あと僕の場合は例えばこういういい点もあったんです。こう構えた時いい点、いい点、自分の中でいい点なの。今前だと平面なわけで、はい、ここしかない、はい、となるとこう構えた時に自分がちゃんとまっすぐ向けてるかどうか少しラインによっては不安な時がある。あ、うん、でもこの目線の高さまで棒があるわけですよ、こういうふうに、はい、なので自分の中で例えばこうしてると、あ、開いてる、こうすると閉じてる、なるほど、これを基準にして、こう向きがチェックしやすくなった。だからこう構えた時に、はい、あのこの物体的、あの立体的なものがある上にストッパーになる、そして構えた時に自分が開いてる閉じてるっていうのが非常に分かりやすいという意味においても、はい、ショートパットの確率がとても上がりました僕は、やっていて、はい、であとは
こうコースにもよるんですが、はい、このワンウェイのピンは見ていただくと分かるようにちゃんとテーパーがこういうふうに細くなっていて、こことここの本当だ、違うでしょ、違う、こうやってやれば、あ、本当ですね、うん、なので、はい、この細くなってくれているところであれば、はい、もうかなりの確率でこんなに隙間があるんです。はいはい、でむしろ強く当たってラッキーっていうことの方が多い。なのでやはりこれ実はこう当たって弾かれて外れるってことはカップが、まあ、ピンがなくても外れます、跳ねます、はい、なのでそういった意味での強さにおいてはこのピンが僕はある方が、まあ、優しくなるんではないかなと思っていたんです。並木ちゃんの今の検証結果を、あ、ごめんなさい、並木先生の検証結果を見るまでは、はい、僕は、あ、多分あの並木先生もこのピンに当たって優しいですってなると思ったら、これが障害物に感じますというとても斬新なご意見をいただいたので、ただ本当に例えばこのラインがですね、はい、風が吹いていて、例えば向こうから風が吹いていてこういうふうに旗がしなってる場合に、ね、ここの間口が狭くなるっていう場合、あとその傾斜によって、はい、こちらに倒れていて、例えばこれがフックだとしたらここの間口が狭くなるから弾かれて離れちゃうんで嫌だって言って、その傾斜があるラインに対してだけ抜く選手はまあまあいます。へー、うん、で先生ね、はい、これ考察として、はい、これまあ偏りましたよね。そうですね、ピンがない時にまあそんなにまあ大きく1個最後に打った球はありますけど、それを除くと、はい、まあ大体カップ周辺にあると、はい、それに対してくっきりオーバーしてますよね、ピンがある方が、はい、というのはこれはどういう、はい、そうですね、はい、やっぱさっきピンがちょっと障害物見えるって言ったんですけど、はい、逆にあるおかげで、うんうん、ここに当たって、うん、当たって入る場合もあるからって思って強気で打ってたんですよね。なるほど。でも強気で打つんですけど、うん、やっぱ結局私にとっては障害物だから、はい、こうなんか逃がしたくなっちゃって、じゃあもう結局は強気で構えて弱気で打ってるって感じですよね。そうです。もう嫌って感じで。そうです。ということで、はい、並木研究所総括。総括。はい。人による人によるって最後総括噛みますかこれ毎回ですね、点数をつけてるので、並木ズポイントですね、要は、はいはい、点数あるんですね。点数あるんです、はい、これ何点満点ですか。100点満点。100点満点、はい、はい、100点満点でこの検証は、はい、ドゥドゥンドゥドゥン70%ん、ポイントなのにね、パーセントついた。70点ですね。70点、はい、僕言っていいですか、はい、僕個人的にはこれ100点です。あ、本当ですか、うん、いや、あのね、今まで、はい、多分旗に刺さってる方が有利だ不利だとか、はい、どれぐらい強く打てば入る、どれ以上強く打ったら弾かれるっていう、多分そういう検証は多分皆さんされてたと思うんですよ、はい、でもこれが障害物になるっていう風なコメントを聞いたのは僕は実は初めてなので、はい、でも本当にさっきも言いましたが、それが並木さんだけの特殊な結論ではない気がします。うん、うん、なのでそういったことをもう一度再検証させられたっていう意味では、僕はこれは100でいいんじゃないかなって思っています。ありがとうございます。学さんから100点いただきました、はい、でも並木ちゃん70点だね。そうですね、ちょっと自分の中では、はい、ちょっと若干、まあ、自分が不安定だっつうのもあるけどね。そう、それもあるんで、うん、あとこれが例えば今後100を切れるようになってきて、自分が上達してきた時に、はい、このピンの関係性をどう感じるかだよね。そうですね、うん、そこも結構キーポイントになってきますよね。ですよね。だからまたもっと上達した時にこのピンのこの検証をもう一回やっていただいて、確かに確認したいなと思いますね。はい、うん、ということでね、今日はこれを検証してきました、はい、皆さん、私たちに検証してほしいことがありましたらコメント欄にどしどしお寄せください。はい、はい、ということで今日は中井プロありがとうございました。ありがとうございました。これにて終了動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。